が各スピーカーで上部がパルム、下部がプランシパル。このプランシパルは内側の下部にレゾナンスを含む。一番右側がメタリックオンドマルトノとはフランス人電気技師モーリス・マルトノによって1928年に発明された電気楽器及び電子楽器の一種である。鍵盤またはその下に付けられたリボンを用いて臨む音稿を 指定しつつ、強弱を表現する特殊なスイッチを押し込むことによって、音を発することができる。多くの鍵盤型電子楽器が、オルガン同様両手の同時演奏や和音による、複数の音を同時に発することができるのに対し、オンドマルトのアテレミンに類似しており、基本的には単音のみの発音しかできない。鍵盤とリボンによる二つの奏法 特にリボンを用いた鍵盤に制限されない自由な音向の演奏を、t ッシュと呼ばれる特殊なスイッチによる音の強弱における様々なアーティキュレーション表現、多彩な音色合成の変化、複数の特殊なスピーカーによる音響効果によって様々な音を表現することが可能である。発明された時期は電子楽器としては古くフランスを中心に 多くの作曲家がこの楽器を自分の作品に採用した。それらの中には、近代音楽以降のクラシック音楽や現代音楽の重要レパートリーとなった曲も多く、現在も頻繁に演奏される。本来は三曲真空間を用いた発信回路で音を得るが、第七世代以降は集積回路を用いたモデルも製造された。以下の分類は、 テクニックでル、る、温度エリヒトロニークジャンヌロリオチョに基づくものである。最初温度ミュージカル温度ムルシカーレスという名前で発表されたが、後に多くの同様の仕組みの電子楽器が現れたため、発明者の名を取って温度マルトノと呼ばれるようになった。一般に温度マルトノと呼ばれる楽器の形が整ったのは、第5世代からで温度マルトノのために書かれたほとんどの作品は、 第5世代以降の形において初めて演奏可能である。第1世代はテレミンを真似てほぼ全く同じ原理のものが作られた。これはもちろんモーリス・マルトノのオリジナルではなく単にテレミンの複製に過ぎないので温度マルトノとはみなされない。詳しくはテレミンの項を参照。第1次世界大戦において通信技師を務め。 三極振空間の発する振動原理に対し興味を持っていたマルトノがテレミンの構造を伝え聞いて作った楽器である。第一世代がテレミンとほぼ同型で、つまりテレミンと同様に空間上の手の位置で音程を変えていたのに対し、第二世代は紐の張力により音程を調節することになった。これがリボンの原型にあたる。まだ鍵盤はなく、 楽器本体は、ただの箱型である。楽器に対しては距離を取り、一歩ほど引いた位置に立って、紐を構えた。これは、テレミンの演奏における姿勢を踏襲している。そして、楽器本体から離れたところに、バネの張力によるスイッチを置き、左手で音量を調節した。これがトゥッシュの原型になる。この世代をもって、初めて温度マルトノが発明されたことになる。 この楽器を用いて、1928年秋に、パリのオペラ座で披露演奏会が行われた。第3世代は、楽器前面の木枠に鍵盤を模した絵が描かれたが、これは模造品であり、鍵盤としての機能は果たさない。第4世代は、鍵盤が演奏可能に改良されたが、リボンは相変わらず、離れた位置から引っ張って操作するので、 鍵盤とリボンを同時に切り替えて演奏することは、未だに、全く実用的ではなかった。伊福部明の著書、還元楽法の、温度マルトノの項目では、楽器構造の説明にダミーキーボードと書かれているが、この記述は、この第四世代楽器によるものと思われる。また同じ本では、リボン奏法に関してと書かれているが、この前後に引く紐は、 第2世代から第4世代まで用いられた。なお、下記の第5世代からはこの紐を前後に引く奏法は採用されず、現在の操作法はリボンを平行に操る奏法と、鍵盤奏法の2種類である。これ以降が、現行の楽器である。現在我々が目にする温度マルトノの主たる外見は、この第5世代で決定された。構造に関しては辞書を参照。 ボンド・マルトノのために書かれたオリジナル曲は、第2世代のお披露目演奏会に用いられた曲など一部を除いて、ほとんど全てがこの世代以降のモデルを対象としている。また、樹脂製の細長い板を曲げて、電波を思わせる特徴的なデザインの譜面台も、この第5世代から採用されている。紅術のメタリック、スピーカーとパルムスピーカーが初めて標準で付属した。 発音原理として、真空管の代わりに集積回路が採用された。操作板がより視覚的に音色を把握できるように改良された。また音色にピンクノイズが追加された。リボンが、リボン製から、ワイヤー製に変更された。アトリエモーリスマルトノが開発した最終モデル。バイオンに基づく3話音を同時演奏可能。これは、オルガンのストップの構造を模している。 これ以降アトリエモーリスマルトノでは公式な後継機種を発表していない。しかし別の会社がオンデアと呼ばれるさらに発展した後継機種を開発している。書き小術。トゥッシュトゥッシュは後述の操作版についており、オンドマルトノの鍵盤よりも分厚く、色は白だが、ピアノの黒鍵が一本だけついているような形をしている。全体の演奏表現を司る。 このトゥッシュはオンドマルトノの演奏で最も重要な部分であり、弦楽器における弓に相当する。トゥッシュを押し込む際の触り心地は非常に柔らかく、グランドピアノのように繊細な指の加減が要求される。この感触は内部の矢ばさみ型金属バネとそれに挟まれ、電動率を調整するカーボン庫の袋によるものである。左手は通常、 トゥッシュに置かれるが、鍵盤を広域に使う奏法が必要な場合は、両手で鍵盤を演奏する場合もある。このトゥッシュは、通常、左手人差し指で演奏されるが、ペダルによって、足でも演奏可能であり、両手で鍵盤を演奏する場合に使われる。しかし、左手で演奏した方がより細かな表情を表現、できる。 第7世代モデル以降のペダルは2つが組みになっており、5ピンディンコネクタで操作盤の左脇に接続する。主に右側のペダルを用いるが、左側のペダルで全体の音量をつまり右側のペダルの振幅を調節することも可能である。鍵盤鍵盤は C1B6 までの6オクターブ72件ある。また鍵盤中央部の下にオクターブ切り替えスイッチがついており、 実質 B7 まで対応している。ピアノはさらにその下の A0 まであるので、下方に3本、また髪型の C7 から C8 の13本が足りないものの、通常音楽的に使われるオクターブはすべて対応している。教育用楽器として作られた機種では4、オクターブのみを持ち、スイッチによってオクターブを切り替える機種もある。 この鍵盤の一本一本のサイズはピアノよりも狭く、離れた音程感の跳躍やトレモロに適している。鍵盤全体を左右に指で震わせることによって、ビブラートや微分音程への滑らかな移行も可能である。これらは平均率に調律されている。鍵盤中央部の下には全体の調律のためのダイヤルがついている。通常は、 A4 イコール 440Hz にチューニングされているが、これを変更することも可能である。鍵盤はネジで楽器本体の枠に固定されており、このネジを緩めることによって鍵盤による微分音程の移行やビブラートのかかる範囲が変わってくる。ネジをきつく締めるとほとんどビブラートはかからないが、激しい双法が要求される際に音程が揺らぐのを防ぐことができる。 また、鍵盤上で、素早いトレモロを演奏しながらレゾナンス、または、パルムスピーカーを用いることにより、擬似的な和音を奏でることも可能である。これは、アンドレ・ジョリベのオンド・マルトの競奏曲の第一、楽章家デントリスタン・ガ・ミライユの、マッハ2.5などで、効果的に用いられている。複数の鍵盤を同時に押した場合は低い音が、優先される。 このためトレモロでは一番高い音を常に指で押さえ、低い音を素早く押したり離したりする。3音以上の場合は2番目以下の低い複数音を交互に押さえる。弦楽器において低い音を押さえつつ、高い音を断続的に押さえるトレモロ双方に似ているが、工程の関係は逆になる。工術の操作盤上のトリルボタンを用いて鍵盤の最高音である。 B6 よりもさらに上の音を出すことも可能である。オクターブ切り替えスイッチによって、B7 へ、さらに、トリルボタンを併用すると、ボタン一つでは、完全5度上の F8、ボタン3、5、6の組み合わせでは、C9、さらにあまり現実的ではないが3、4、5、6の組み合わせで C9 まで出すことができる。それに対して下方への拡張は、 c ーレイの4分音下のみに限られる。リボンリボン双方リボンとは、ワイヤーのついた指輪のことを指す。第6世代以前の旧型モデルでは、ワイヤーの代わりに、リボンが使われていたので、双方の名前としては常に、リボンと呼ぶ。リボンの指輪部分は、右手の人差し指にはめ、同じ右手で、鍵盤も引く。リボンは、鍵盤の手前に平行についており、その下に、 音高の位置を示す凹凸が付けられている。鍵盤の発見に当たる部分はくぼみ、黒鍵の部分は突起がついており、手元を見なくても指の感覚ですぐに音高を察知できる。また奏者は半音単位で隣接した音へゆっくりグリッサンドで移動して演奏する場合、このくぼみや突起の周りを指で円形になぞることによって、グリッサンドをかける。 これはその演習によって指の運動が大きくなり、単に指を平行移動させてグリッサンドするよりも細かく正確に指のコントロールが効くからである。鍵盤とリボンの双方は左手にある切り替えスイッチを楽譜上の指定によって引き分ける。この際、右手人差し指の位置によって音程が変わってくるので、瞬間的な切り替えには注意が必要である。 リボンの音高範囲も、鍵盤と同じ C1 から B6 までであり、鍵盤のオクターブ切り替えスイッチと連動して B7 まで拡張可能。ただし、C1B7 を一気にグリスサンドで駆け上がることはこの切り替えスイッチの問題でできず、C1B6 または C2B7 に制限される。鍵盤双方と同様、 トリル用ボタンを併用すれば通常 CQ、非実用的ではあるが、最大 CQ まで音高を拡張できる。リボンでの奏法の際は常にグリッサンドがかかる。離れた音に移る場合は、トゥッシュを押し込まなければ、音が発せられないが、フレーズもそこで切れる。鍵盤で2つ以上の音を順次演奏した際は、瞬時に音が立ち上がり硬い音の印象になるが、リボンでの奏法は、 鍵盤よりも音の立ち上がりが遅く、柔らかい印象を持つ。リボン専用の調律用回転レバーが付いており、鍵盤とは別に調律することが可能。ただし本来これは、演奏様式の拡張用ではなく、誤差を調整するためのものである。鍵盤の左側には音色を決めるボタンが付いており、引き出しのように本体から出して操作する。 様々な音色を変化させながら奏でることが可能である。このボタンが集まった場所つまり、操作盤を、引き出し A 名、ドロワー,アードロワー,ー、仏名ティロワールティアワールと呼ぶ。操作盤の全体よりも右側よりのところに、演奏の要りのところに、演奏の要であるトゥッシュがついている。アンドレ・ジョリベのオンド・マルトの競争曲では、トランペットのように、 ピッコロのように時損の楽器の音色に似せる指示があるが、後年の多くの作品ではこのボタン配分を完全に指定する場合が多い。操作性操作版は、それぞれの楽器が開発された年代によって、その機構がそれぞれ大きく異なる。ここでは、代表的な第6世代と第7世代の2つの、モデルの差について述べる。しかし、これより、 新しい第8世代モデルではすべての音色が段階的に変化できるなど開発が進んでいる。また工述の後継楽器オイデアではさらに変化が加えられている。第7世代における操作版第7世代モデルの鍵盤と操作版部分を接射。D4 スイッチは左脇にある音色決定のためのボタンこれらの音色はすべて大元の信号として発せられる。 三角波を加工する仕組みである。これらのボタンを一つあるいは複数組み合わせることによって音色が決定される。多くの楽譜の書き方では最初に音色と口述のスピーカーを決定しておく。例えば最初に OCD1、D3 とする。次に音色を変えるときボタンをオンにするものはプラスをつけ、オフにするものはマイナスをつける。 これら変化を指定するボタンは、太字や四角で囲むなどして強調しておくのが望ましい。変化のあるボタンのみ書くこともできるが、フレーズの開始部分などでは変化のないボタンも、平気しておくことが、練習の便宜上望ましい。先ほどの組み合わせに、N を足し、C を抜き、スピーカー D3 への出力を止める場合は、NCD3OD1 と書く。 トリル用ボタンプッシュの右横に小さなボタンが並んでおり、それを用いることによって微分音から完全5度までの各音程のトリル、またはトレモロも演奏可能である。この微分音は調律可能で正確な4分音ではなく若干ずれている場合にはダイヤルで調節することが必要である。超三度と完全五度は純正率上に調律されており、 鍵盤での取れ物よりもずっと効果的に響く。また、複数のボタンを組み合わせることにより、さらに異なる音程を作ることも可能である。組み合わせによっては、左手のトゥッシュが使えないので、ペダルでの演奏を考慮する必要がある。つまり、心音では使えるが、スタッカートなどトゥッシュの繊細な操作を伴うアーティキュレーションには使えない。 また3つ以上のボタンを要求する場合は、とっさの判断に注意を要する。クリックノイズ操作盤の枠内ではなく、鍵盤の左脇奥に、クリック音を挿入するためのスイッチがある。これを入れると、鍵盤を押すたびに磁石が打ち合わされることにより、発信される、信号音の上に、磁石の仕掛けで、クリックノイズが乗る。例えば N の音色と組み合わせると、発音した。 瞬間のノイズと合わさって、チェンバロが伸びたような印象の音になる。ただし、このノイズは鍵盤を押し込みまたは離した時のみになり、リボン奏法や、鍵盤を用いても、鍵盤を押しっぱなしにして、トゥッシュのアーティキュレーションで演奏する際にはならない。オンドマルトノの,のスタッカート奏法は、ピアノのように鍵盤上を指で跳ねるのではなく、 右手で鍵盤を常に押さえつつ、左手のトゥッシュを瞬間的に押して離すことによって得られるので、このスタッカート双方とクリックノイズを合わせることは不向きだが、逆にレガート双方とそのレガートのフレーズの終わりにスタッカート双方を併用すると特に効果的である。第6世代における操作盤1から7までのスイッチのうち1から5までが操作盤に 残りの6と7は、鍵盤中央部の元に配置されている。これらのスイッチを切り替えつつ組み合わせることにより、音色を決定する。単純な区形波を一つ作るにしても組み合わせを熟知、せねばならず、直感的に音色の組み合わせを想像できる。後年の操作版に比べると操作しにくい。第7世代モデルに比べて制限される機能は、以下の通り。 しかし作曲家があえて、この旧型の真空管モデルを使用することを望む場合は、これら一部の機能が制限されることをあらかじめ知っておいた上で、それらの機能を避けるか代替の手段を考慮する必要がある。スピーカー。左から、メタリック、パルム、プランシパルおよびレゾナンスメタリックとパルムの裏側4種類のスピーカーを切り替えることによって、 音にいろいろなエフェクトをかけることも可能。これらには D1 から D4 までの番号が振られている。D はディフューザーを意味する。第7世代モデルでは4つのスピーカーへの出力があるが、第6世代モデルでは3つまでしかない。この場合、レゾナンスが省かれる。この D1 から D4 までの各フォーンプラグ端子接続は入れ替え可能であり、古い曲では レゾナンスを伴わずに D2 がメタリック、D3 がパルムを意味する楽譜もある。楽譜冒頭で各番号がどのスピーカーを意味するのか明記する必要がある。D2 と D3 は操作盤右側の回転レバーで音量を調節できる。これはゥッシュとは別に各スピーカー間の音量バランスを調節するのに使う。スピーカーとの接続は まず楽器本体から専用のケーブルで D1 プランシパルへつなぐ。そしてプランシパルの裏側から D2、D3、D4 へと分岐される。同時に D1 と同じ出力にもう一つ拡張用のスピーカーをつなぐことも可能である。この接続のためのケーブルは D1 からの出力に関してはリンコネクタの一種で2ピンのスピーカーリンメスと呼ばれるもので、 かつて欧米ではスピーカーの接続用規格として使われていたが、現在はほとんど流通していない。入力側はフォーンプラグの標準ジャックになっている。つまり、フォーンプラグを使って、例えばミキサーテーブルやコンピュータなど他の機器に接続することも可能である。第8世代モデルでは出力側もフォーンプラグが採用されている。 この楽器が主役として出てくる代表的な曲として、まず、オリビエ・メシアンのトゥランガリーラ公共曲が挙げられる。オンド・マルトのを用いる曲としては最も演奏頻度の高い曲であり、また、ピアノと並んでソロ楽器として扱われるため聴衆に与える楽器の印象は強い。この曲では、完全なボタン配分での音色指定に加え、 その音色が持つ特徴を楽器名などに例えて書き添えている。第2楽章や第4楽章では特に同じフレーズを繰り返す箇所でも微妙に音色指定を変えている。また特に第3楽章においてグリッサンド表現に弦楽器を含むあるいはそれと交代させるオーケストレーションも効果的に用いられている。第五楽章及び第十楽章の終盤には オンドマルトノのパートに、ピアニッシモから始まって、フォルテッシモに至る、長い新音でのクレッシェンドがあるが、この音の立ち上がりを柔らかくし、なおかつビブラートは、鍵盤よりもリボンの方が、効果的にかかるため、特にグリッサンドやポルタメントを伴わないにもかかわらず、リボン奏法の指定がある。前述のトレモロ奏法は、第八楽章において、花の主題が再現される際に、 クラリネットの音色補佐として用いられているが、第一楽章の定時部及び第四楽章での動作原部にはクラリネットしか出てこないため、ここでの温度マルトのを伴う音色的展開は効果的である。これらオーケストラの楽器の音色と混ぜる従来の還元楽法的な使い方のほか、低音部でのグリッサンドなど効果音として、 打楽器のようにオーケストラを補助する音色としても用いられる。メシアンの曲としては他にも、初期の組曲、美しき水の祭典、神の原尊の三つの焦天霊、歌劇、アッシジの聖フランチェスコなどでもオンドマルトのを用いている。アンドレ・ジョリベのオンドマルトの競争曲は、メシアンのトゥランガリーラ交響曲と並んでこの楽器の 初期である1940年代に、オンドマルトノの可能性を探求した曲として、重要である。しかし、トゥランガリーラ公共曲に比べ、演奏頻度は低い。この曲では、オンドマルトノは精霊を表すものと作曲者によって、定義されており、実質の存在である、その他の楽器によるオーケストラと対局をなす、存在である。つまり、 この曲において、オンドマルトノは、従来の、あらゆる楽器を超える存在であることを念頭に、書かれている。その考えは詩的なアイデアだけにとどまらず、楽譜のあらゆる場所で読み取れる。例えば冒頭のオンドマルトノのソロは、低音域の F2 から始まって、C7 に至るまでの長くゆっくりのメロディを、一息で、しかも全オクターブにおいて均等な音質で、演奏している。 このような楽器はそれまで弦楽器も管楽器も存在せず、ピアノも減水音である以上アーティキュレーションは異なる。オルガンが唯一の例外だが、温度マルトノはそれよりずっと繊細なアーティキュレーションやビブラートを伴って演奏できる。第一楽章のカデンツァでは単音にしか発しえない温度マルトノに、トレモロによる疑似和音の効果を求めている。しかもその和音は、 複数のセーブに分けてポリフォニックに書かれており、バッハ以来一つの楽器でポリフォニーを求める伝統の音楽的な表現の豊かさも忘れていない。第一楽章終盤には、オンドマルトノがリボン奏法でオクターブを登るのに合わせて、ハープのグリッサンドも重ねられており、還元落法としてとても効果的に響く。 第二楽章では変表紙スケルツォに乗せて、楽器の様々な可能性が試みられる。音色の極端な変化、鍵盤奏法とリボン奏法の瞬間的な交代、超高速グリッサンド、スタッカートなどアーティキュレーションの変化と、それらの角音色に合わせて、シロフォンやピッコロ、あるいはサクソフォンとの交代によるオーケストレーションの可能性が試されている。 クライマックスでは6オクターブもの異国的な音階を鍵盤上で駆け上がるが、これはジョリベの前作であるリノスの歌のフルートによる5オクターブの上昇を踏襲している。第3楽章ではリボン奏法とパルムスピーカーの効果を中心とした感情楽章でのカンタービレであり、第1、第2楽章のビルトゥンオージティに対してオンドマルトノの音色そのものを聞き込む曲となっている。 アルティュール・オネゲル作曲の劇的オラトリオ、家計大乗のジャンヌ・ダルクでもオンド・マルトノが効果的に使われている。マルセル・ランドフスキもオンド・マルトノ競奏曲を作曲しており、オンド・マルトノ奏者にとって欠かせないレパートリーである。トリスタン・ミュライウの空間の流れでは、オンド・マルトノをシンセサイザーに接続し、オンド・マルトノが本来持ち得ない合成音色を要求している。 これによって、微分音を含む和音の同時演奏が可能になり、ミュライルの音楽処方である、スペクトル学波が重視する合成された、工事倍音の響きが得られる。同じく、ミュライルの作品、ティグレ・デ・ベール・ガラスのトラワー、ジャンヌ・ロリオの指導書にフレーが掲載されている。西村明のアストラル競争曲、光の鏡は、打楽器奏者が水を張ったワイングラスの縁を濡れた指で、 こすって演奏し、オンドマルトノとよく似た音を出すことによってこの二つの音色を混ぜ合わせている。このワイングラスの演奏原理はグラスハーモニカと同様だが、グラスハーモニカの楽器そのものは求められていない。これはグラスハーモニカを長期演奏すると神経障害が発生するという俗説が広く知られ、プロのグラスハーモニカ奏者が世界的にほとんど存在しないのと、 この曲で求められるワイングラスの響きが数音に限られていることによる。その他、夏季のジャンヌ・ロリオによるオンドマルトノの双方解説書には、第2巻末に約300曲、第3巻は全巻にわたって、その倍以上、ソロ曲あるいは室内楽から還元楽やオペラに至るまで、オンドマルトノを用いる様々なレパートリーが紹介されている。映画音楽での使用例としては、 次の作品が挙げられる。また、テレビ番組の音楽としては、以下が例として挙げられる。アニメ、ゲームの例は、以下の通り。オンドマルトノの奏者のことをオンディスト・アンディストと呼ぶ。代表的な演奏家パリ音楽院では1947年より、オンドマルトノ家が開設され、現在も若い演奏家たちを育てている。 オンドマルトの発明者のモーリス・マルトのは1931年2月に来日し、この楽器を初めて日本に紹介した。神戸で楽器運搬の際、駅長に念を押して壊れ物扱いでの運搬を頼んだところ、運搬先で開墾したら、長言が全く狂わず正確に届いたことに感心したと、マルトのは日記に書き記している。また宮中にも招かれ。 皇族や貴族の御前で演奏したほか、王女の一人が強く興味を示して、オンドマルトのを支援したとも書かれている。この時日本へ持っていった楽器は、第三世代かもしくは、開発途中で公表されていなかった第四世代のいずれかと思われる。日本国内の文献によると、当時の日本の新聞では、 音はピアノと紹介されており、何らかの形で鍵盤に似た構造が備え付けられて、いたと想像できる。戦後では、小沢誠司が1962年7月4日に、メシアンのトゥランガリーラ公共曲を日本初演した演奏会が、日本の聴衆にこの楽器の大きな印象を与えた、最初の機会の一つである。詳しくは、小沢誠司の項を参照。 同じくこの楽器にとって重要レパートリーであるはずのジョリベのオンドマルトの競争曲はそれよりずっと遅れて1997年に原田節独奏大野和志式、東京フィルハーモニー交響楽団によって日本初演された。現在日本にはオンドマルトの友の会というオンドマルトのに関する組織がある。日本人の演奏家も多い。現在オンドマルトのは 生産技術が途絶えており、モーリス・マルトノ時代と同じ複製品を作成することは極めて困難となっている。代わっていくつかの機能を備えた新しい楽器が開発され続けている。オンデアは、オンド・マルトノを制作したアトリエモーリス・マルトノとは別の会社が制作している。オンド・マルトノは商標登録されているため、新しい呼び名としてオンデアが用いられている。 オンドマルトノとの相違点、ジャンルプ・プディア・スタインは、1988年のマルトノの死による創業停止後23年ぶりにオンドマルトノを蘇らせた。第7世代マルトノを参照はしているが、様々なアップデートがなされている。イギリスアナログシステム社が開発したオンドマルトノを模して作られたアナログコントローラー。アナログシンセサイザーに接続して使う。 これは、音程と音量の数値を、アナログ電圧で出力できるという利点があるが、鍵盤が、オンドマルトノの教育用機種と同様の4、オクターブしかなく、またその鍵盤によるビブラートができず、トゥッシュの押し込み具合やリボンの間隔も、オンドマルトノ実機とは異なるなど、代替機として使用する際の問題も抱えている。しかし、 現在入手できる楽器でオンドマルトの的な表現をする際には現在のシンセサイザーが採用するミディでは広範囲に渡る音程のスムースな変化は実現不可能なため選択肢の一つとして貴重な存在である日本の製作者が4オクターブタイプの開発に成功している詳しくは ondomo.net を参照のことクリプトンフューチャーメディアから 温度マルトノをライブラリー化した温度が2011年に発売されており2020年現在はダウンロード版のみ入手可能温度マルトノの音を忠実に収録再現しており音色のライブラリーの他にメインパネルスピーカーエディットパネルミディコントローラーによって演奏感を再現するためのパフォーマンスセットアップにより詳細な設定が可能また ポリフォニックシンセサイザー風のパッチであるポリオンズにより和音の演奏も可能となっておりオリジナルにはないパラメーターも搭載されているオンドマルトのに関する書籍は主に以下のものが見受けられる現在ここに挙げられているものは特に中期のない限りすべてフランス語の書籍であるすべて現在も入手可能フランス語と英語を平気流通は 楽譜扱い。技法的な解説書。第1巻は、本の序盤は、楽器演奏入門として、オリジナルの曲に限らない優しいフレーを用いているが、後半では、トリスタンガ・ミューライユや、マリウス・コンスタンなど、オンド・マルトノのためのオリジナル曲の抜粋を多く含む。鍵盤奏法の解説には、第2巻のリボン奏法のほぼ倍の分量が割かれている。第2巻は、 リボン奏法の解説であり、ほぼ全部の章に音階などのシステマティックな練習課題が与えられている。これは、リボン奏法の利点と難点を演奏家のみならず、作曲家にもわかりやすく解説している。こちらは、フレーの紹介はないが、効果的な練習曲例としての部分的な曲目紹介、および本の後半での総括的なレパートリー紹介がある。いずれも、 効果的な楽器法を体系的に学習するために演奏家のみならず作曲家にとっても大変有用な本である。ただし、第3巻は一冊すべてが曲目紹介で第2巻を保管しており、技法的な記述は一切ない。この他、絶版ではあるが、以下の文献が存在する。ありがとうございます。